でも、ゆうたくんも、ね、抱っこもできるようになったんじゃ。そうなんですか。ありがとうね。そうですね、もう完全にここのお家が自分のテリトリーで、あのみんなが家族だって分かってて、だからお客さん来るとみんなを守らないとって言って頑張ってこう威嚇するんですよね。そうね、自分のお家ってね、分かったからだったよね。だって覚えてくれてましたけど、本当に忘れられてることとかも多くて、もう2週間会わなかったら、あのもう私はい、なかなか毎年ね、さっきあの言ったんですけど、すごいなと思って。